最強魔王？え？魔王？いったいった。そんなような気が。豚のひずめ女ひどい。まあ聞こえた。 LOVE ラブイリンダ。やばいやばい、このフレーズ、龍が如くす、あ、龍が如くの話を持ってきて悪いんですけど、龍が如くすぎのカラオケのキリュウちゃんを思い出すねんけど、ニコニコで動画でありましたよね。一時期上がってましたよね。え、行っちゃいましたよ。爆発博士とコウモリ女。魔王のはずがないよな。うん。うん。魔王？うん。だってリンダちゃん普通に。アイドル目指す女の子、うん、信じたくないな。だって敵になってなりたくない。うん、角は気になるな。やっぱスタも気になってた。羨ましい。いや、スタも可愛いよ。角なんか頭チョキンってなってるやん。あ、っていうかそういえばさ、今までこの3人で活動してたから別に違和感なかったんけど、ピクブルさんはどこ行ったん？牛みたいな魔法、あ、ピクブルさんのこといじめないでください。うん、てかほんまに魔王な。コーチしてやる。え、リンナ萌えというほど、いやいや嫌というほど。え、どこにいるんやろ。まぁ、あ、ちょっと探し回ってみるか。あ、いたよ。すぐ見つかった。リンダちゃん。お、ビッグブルさんもよ、やっと出てきた。見た見た。なんか親衛隊ばっかりやん。まあ、うん、おめでとうやな。うん、なんか熱中しすぎてないか。洗脳されちゃって幸せですか。え、え、びっくりするわ。スタンもそりゃ抜けとるわ。いや、聞いてない聞いてない。うん、まあ、グズ女とは言わへんけど、え、前の子がなくて困ってたんですけど、うちのおかげで、世界征服ツアー、うん、いいね。それはできない、てんてんてん。いや、ごめん、それはできない。それにうちにはマルレインちゃんがいるの。まあ、そういう問題じゃない、そういう問題じゃない。まあ、うん、そうやな、スタンもいるし、うん、まあ、うん、まあ、うん、そう、うちだって戦いたくないよ。あ、あ、え、会長親父がルーミル平原の帰らずの奈落、そこの筋肉バカがウィルクの森の胎児の裏。あいつは、あー、なるほど。てか魔王マップは時と場合に応じて書き変えられていってるわけ。すごい不思議やな。あー、まあね、ちょっと可愛いって思ってたよ、思ってたけど、一番はもう言わずも我慢。うん、別に可愛い。
今なマルレインちゃん別に可愛いと嘘です可愛いと思ってたよ、うん、やばい、えビッグブルも洗脳されたの、それとも素直に萌え萌え、あーキスリングさんはなんか難しい観点から物事を見るな、さすがや。よし行こう、じゃあ魔王マップをチェックして、魔王マップ純白の雪に覆われた小さな島の石舞台、それこそはままならぬ思いに身をこかす人の心人心を惑わす者のための悲しきステージ。雪やから、雪やからやっぱりあっちかな、あっちやろな、あ確かにワープできたよな。で、ちょっと、あれどうやって行くんだ、あ、そう、下に降りな。うん。じゃあ、ちょっとね、雪山の方に飛んで行ってみたいと思います。うん。お、ここか、ここか。閉ざされた洞窟。あー、なんかそれっぽいな。ちょっと行ってみよう。お、光ってる。この世をね、リンダちゃんが逃げ込んだのは。なんでわかんの？まあ、うちもそう思うけどね。あー、マルレインちゃんはちょっと、ふてねって言うな、ふてねって。まあ、ふてねかもしれへんけど。まあね。はいはい、行こう行こう。飛んでくん。みんなほんま疑問に思わず飛んでくな。え？うわ、ちょっと不気味な音楽や。うわ、とりあえずちょっと回復して。さあな、じゃあちょっとセーブしとこう。よし、よし。なんやここ、どういうこと？ああまた。これ踏んでいくんか。うわーっと。ともに準備は完璧か。確認。さっき回復したんですけどね。うん、完璧かな。あーそう、呪いだな。これね、ジャガンいいかな。ジャガンの呪いを解除。ねえ、これの状態だったら引きこもりの状態から始まるんですよ。三角座りしてね、なんかすごい。見た目切ないっていう。あーでもこのダンジョンはすっごい苦労した。カメラがこう壁に引っかかったりしてね、なかなか。けどいいよ。うん、もうめっちゃさまよった分めっちゃ強くなったと思う多分。よっしゃ、リンダちゃんいた。なんかちょっと怖いな、こうやって見ると。なんかごめん、可愛いけどちょっと怖いと思ってしまう。うん、そう、リナちゃんやっぱ魔王はあんま良くないよ。
から世界征服の権利を奪い取ってみるがよい。リンダちゃん、それでいいのか。これは弟子と師匠が通らなくてはいけない儀式なんですね。なんか違う気がするな。胸を貸してやろう、アイドル魔王。よっしゃ、強いんかな、どうなんやろ。あ、可愛らしい手下を連れて、あ、踊ってるよ。よっしゃ、リナちゃんは悪賢いクマを引き連れてアイドル魔王。あ、青か。まあいいわ。まずうちはファーストしよう。ファーストじゃないな、とりあえずでもオーバードライブして強くなろう。で、クマは戦う、とりあえずこうして、ロザリーさんにクマをやってもらおう。ビッグブルちゃん、ほらちょっとね、三角座りしてすっごい思い詰めてるんですよ。ね、あのこのジャガンの状態からになると、戦闘始まって最初から麻痺の状態から始まるんですよね。最初麻痺1の状態けど、麻痺1の状態は実際はあんまり戦闘には影響が出ないみたいで。おお、強っ。304、何それ、うわっ、ドックマジで、大丈夫かな、回復した方がいいかな。よし、回復役はビッグブル、ビッグブルちゃんにやってもらおう。もう猛毒になってる、猛毒になってるから。回復してもすぐ毒状態にされそうやな。あえて放置の方がいいか。亀の呪い、何やそれ、亀の呪い、遅くなるんかな。何あれ、何あれ、どういうこと。いや、もういい、毒の状態のままいきますね。大丈夫、やばくなったら回復する。あ、そういえば待機した方がいいな。 LP ダウン、やめてよ。やばい、リーダちゃん結構鬼畜や。ヤンデレ鬼畜王女、王女じゃない、王女じゃない、アイドル、ヤンデレ鬼畜アイドルや。王女はマルレインちゃん。で、あ、この際、まあとりあえず同時で、よっしゃ倒した。まあ毒がちょっとどうかなって思ったけど、まあそんなにこっち側の HP 減らすこともなかったな。めっちゃお金貯まってる。負けちゃった。でも気持ちは爽やかです。そっか、下水道の奥にある伝説のスタジアムでコンサートをするという夢は消えちゃったけど、なんなん下水道の奥って。みんなが求める何かが下水道の奥に全部詰まってんのかな。いいのよ、これでいいのよ、リンダ、悔いはないわ。な、でも自分が求めてるものがそこにあるって感じやな。負けちゃった以上はこれも差し上げます。やたら長いね、蒸気に入れた。すると、お、なんだ、なになに、今までとちょっと違う。マルレインちゃん、皆の者ご苦労であった。おかえり、元気だった。びっくりしてるわ、うちもびっくりするわ。理由は言えんのか、そうすることにしてる。
んだね。ということはこれから怪盗のライバルですね。ね、あまた外うるさいな。もういいとこやのにごめん、聞こえてたらなんか言ってるの。黄色い目、うん、外自重してやうん、目の色黄色ちゃうで。それさ、それスタン、うん、うん、リーナちゃんのバカ、なんか変な人形くっつけてるけど、あれって世を忍ぶためのカルモフラージュですよね。めっちゃひどいやん、めっちゃひどいやん。時々口を聞くみたいなんだけど、もうダサい声なの。あれはなんとかしてほしいな。なんかすごいショックやねんけど、なんかすごいグサグサくんねんけどこんな子じゃないと思ってた。もうスタンですよ。なんかすっごいショックや、ほんまに。お前なんなんこれ、はい、ええごめん、ショックすぎてちゃんと文章が頭に入ってへんかった。何、仲間になったん。ごめん、めっちゃ大きい声出したな。ちょっと音量注意ね、うん、遅いえー、うん、そう、下水道やな。うん、いやでもめっちゃ手前で終わってたけど、うん、よいしょ。じゃあ一人で、もうリナちゃん嫌い、もうリナちゃん嫌い、うわロナリーさんひどい、もう少年の純情ここに破れたり、ほんまやわ、もうすっごいボロボロになったわ。もう何も知らなくていいよ。うん、帰ろう。うん、もういいよ。もう次はマルレインちゃんしかいいひん。ああ、結局召使いや。こうして元アイドル魔王リンダが仲間に加わり、うん、変わったな。少年はなぜかこれまで以上に王女マルレインに使われることになったのでした。あーもういいよ、もうマルレインちゃんはこの中で唯一うちを見てくれてるからな、なんだかんだ言いつつ、うん、あ、まあロザリーさんも見てくれてるけど、うん、もうリンダちゃんにはがっかりやわ、ほんまに。あ、じゃあ今回は、この辺で、おしまいにしようと思います。うん、どこでセーブしようかな。うん、まあセーブしときますので、ちょっとキリが悪いな。よし、じゃあ、セーブしますね。はい、じゃあ、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次回、次はマドリルですね。うん、行ってみようと思いますので、次回もまたよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。